道内ではきょう過去最多2856人の新型コロナ感染が確認されました。そんな中、まん延防止措置が適用され、飲食店には営業時間の短縮などが求められています。第三者認証を受けたすすきののこちらの店はアルコールの提供を午後8時までとし、午後9時に閉店することにしました。まあ、サクッとすぐ帰らないといけないというのがちょっとまだ慣れないというまたかという感じはします。開けると仕入れもしなきゃいけないしってなると、まあ厳しいですね。シンプルに厳しいです。今回初めてまん延防止措置の対象地域となった函館市の居酒屋では、こういう状況だからこそ仕方がないのかなとは思うけど、8時まではちょっと短いかなって、ね、生物の仕入れなんかはやっぱり結構やっぱりロスっていうかな、それが出ちゃうんで、その辺がこう見極めがちょっと大変ですよね。